まずは勝利チーム東北フリーブレイズの大久保智仁監督に来ていただいております。で、まず本日の試合を振り返って一言ということでコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そうですね、今日はもうとにかく60分間ハードワークをしようということを選手たちと、スタートのから言い続けまして、本当に、体を張ったプレーもそうですし、そうですね、橋本を中心によく60分間、守り抜いてもう泥臭く、かなり体もボロボロになっていると思いますけども、徹底的にそれをやり抜いてくれたかなと思っております。はい、今シーズン、チームとしましてもジャパンカップの方でもパワープレーの方が好調ですので、なんとかこうハードワークをして相手の反則を誘って、そういう形に持っていければベストだという話もしている中で、ああいう形でまず1点目を取れたことは本当に良かったことだと思いますし、で2点目もそうですね、ディフェンスからのシュートで、枠は外れているゴールだったんですけども、それを人里が合わせるという、ちょっとこうやはりおじさんのゴールキーパーも素晴らしいゴールキーパーでなかなか点数も入らないので、本当にそういうところをこう少しで練習の中にも取り込んできて、で3点目は2ピリスタートで、そこもシュートリバウンド、本当に泥臭いゴールなんですけども、練習してきた成果が出せたかなと、本当に素晴らしい3点ともゴールで、今シーズンジャパンカップの中で、各ピリオド、出だしに失点をしてしまうことが多くて、そこもやっぱりこうどうしてもおじさん相手になるとビハインドの展開を作ってしまうとやっぱり難しいという話もずっとしてきたので、やっぱりまず出だしはもうシンプルでもいいので、勢いに乗れるまで自分たちのリズムをつかむまではもうシンプルにやり続けようっていう、その中でああいうゴールが生まれて、逆にいい流れを作ることができたのではないかなと思ってます。そうですね、本当に、橋本も43歳という年齢ですけども、本当に身体能力の高さはもう私もチームでもみんなももう分かってましたし、今シーズン何試合かジャパンカップの方で出てる中で、好調さもアピールしてくれてましたので、今日の試合、本当にいろいろ迷う中で、この一発勝負っていう中で、準決勝はもう橋本にかけようと思って決めましたので、本当に彼がそうですね、まずしっかり守っていいリズムを作ってくれたのかなと。でその中でやっぱりそこにこう選手たちも彼の姿を見て、やっぱりこう体で今日かなりのシュートブロックがあったと思いますので、本当にみんな体を本当に張って守って守り切って勝った勝ちかなと思います。はい、そうですね、まずジャパンカップもそうなんですけども、このコロナ禍の中でやはりたくさんの方の、ご尽力の下でこのようにジャパンカップ、そしてこの全日本選手権を開催することができているということは本当に感謝しなければいけないことですし、そしてまたたくさんの多くのファンの方にもリンクへ足を運んでいただいて応援もしてくださっていますので、本当にもう感謝の一言しかありません。我々もそうですし、やっぱり一番選手はやっぱり一番はもう試合ができることが選手にとっては最高のことですので、こうして今大会ができていることも本当に彼らも感謝していると思いますし、チームを代表して、感謝を述べさせていただければなと思います。またこういう中でまた八戸でもやれるっていう、これも何かの縁だと思いますので、明日、クレーンさんも本当に強い相手ですけども、今シーズンクレンジさんには一度も勝ってませんので、まだ、なんとか勝って今シーズンクレンジさんへの一勝を全日本選手権優勝に結びつけられたらなと思ってます。はい、それでは勝利チーム東北フリーブレイズから、人里茂樹主将に来ていただきました。はい、
じゃあまず今日の試合を振り返って一言を。本当トーナメントの試合で絶対に負けられない一戦だったので、地元八戸の開催ですし、チームが本当この一戦にかけている思いっていうのがすごく伝わったゲームだったかなっていうふうに感じてます。パワープレイ、1点目はパワープレイだったんですけど、どうしても欲しい点数だったと思いますし、今シーズン結構いい調子でここまで来てるので、本当そこはチームを代表してパワープレー出させてもらってますし、そこの責任をしっかりと果たさなきゃいけないと思ってたので、そこはしっかり得点することができて良かったと思ってます。2点目に関しては今週大久保監督の練習メニューで王子さんがこうゴール前を結構守ってくるっていう分析があって、わざとこう枠外の選手にシュートを合わせる練習みたいなのを結構やってたので、そこは練習の成果がしっかり出て、良かったのかなっていう感じです。それにしても見事な合わせでしたね。そこは練習通りしっかりできたので、打った早田選手も本当に狙ったかどうかはちょっと分かんないですけど、しっかりそこは点数に結びついたので、良かったかなって思ってます。本当八戸で久しぶりの開催の全日本選手権でこう優勝しなきゃいけないっていう思いが本当強いですし、それが、本来であればこう今やってるジャパンカップでもあれぐらいのプレーをしなきゃいけないとは思うんですけど、トーナメントこのタイトルを取るっていうのはまた一つ違ったシーズンになると思うので、そこはこの大会にかける思いがチーム全員それが出たのかなっていうイメージです。本当に八戸で地元開催っていう、少しはホームアドバンテージみたいなのもあると思うので、そこはこういう状況コロナの中でたくさんの方が応援してくれるので、そこで勝利してファンの皆様にも恩返ししなきゃいけないと思いますし、このタイトルを取るっていうことはすごくチームにとってもプラスなので、そこは全力で臨みたいと思います。ではすみません、ありがとうございました。頑張ってください。